はい、皆さんこんにちは、田島哲平です。今回も、動画を見ながら解説をしていきます。この、動画解説ですね、僕の、TTSE 哲平田島サーフエクスペリエンスという、コンテンツ内で、やってる、まあ、動画を見ながら、まあライディングの解説だったり、これね、TTSE の場合は、メンバーの方のね、ライディングを用いて、それに関する、まあ、アドバイスだったり、コーチングを、させていただいてるんですけど、だからまあ、そうですね、メンバーの方だったら、僕から直接そのライディングのアドバイスをさせていただくんですけど、この YouTube ではね、僕のライディングを使った、How to みたいな感じで、ちょっとね、解説、まあ、そんなに本腰を入れてというか、ライトにちょっとしていきたいと思います。で、興味ある方はもっと詳しくね、知りたいとか、もっと詳しく、学びたいっていう方は、ぜひ、TTSE の方をぜひチェックしてください。それではですね、今日のテーマ。まあ、毎回テーマを決めるんですけど、今日のテーマ、ですね、今日のテーマは、ライディング中の目線ですかね。これはまあ結構質問をいただくことが多いので、今日はこれをやっていきたいと思います。で、ライディング中の目線、ちょっと GoPro カメラとドローンのライディングの映像でちょっと見ていきたいんですけど、じゃあちょっとまずは、GoPro ですね、 GoPro のライディングの映像、ちょっとね、もしかしたら酔っちゃう方いるかもしれないと思うんですけど、まあ、酔っちゃう方はちょっとね、すいません。じゃあですね、ここから解説していくんですけど、まあ、ライディング中の目線、というと、まあ、これね、ちょっと実際これ後でね、引きのドローンのアングル見ると分かると思うんですけど、 GoPro のこの角度がね、少しね、下気味になってるんですね。だから実際の僕の目線っていうのが、もう少しね、こう上になるかなっていう。GoPro は下向いて、僕の目線はちょっと上向いてるので、まあそこまで確実な、軌道というか、こう目線の位置ではないんですけど、大体その顔の、まあ向いてる、この顔がどれぐらいこう上がってるかっていうのが分かってくれれば。で、頭の動きとかが、この GoPro の映像では分かればいいのかなと思います。これは、まあまずアップスンダウンするときですね。まあ、基本的には、まあ僕の場合、ライディング中は、まあアップスンダウンとかするときは、大体、まあ自分のライディングしてる、まあ1メーター先、もしくはもっとその先をぐーっとこう、ちょっとごめんなさいね。先をぐーっとこう、ちょっとあれが変ですけど、まあその1メーターか、まあ1メーター、もしくはまあその先、その、さっき2メーターぐらい、まあ、2メーターはないかな。まあ、大体でもそれぐらい、まあ、1メーターか、まあ、大きく広く見るようにしてます。この、単純にフェイスのトップだけじゃなくて、こういう感じの視野で見てるかな。こういう。だからまあ、要するに、車の運転に結構近いのかなと思います。結構ね、多いのが、真下向いちゃう人が本当に多いんですよ。で、真下向いちゃうと、本当にバランス取るのも難しくなるんで、視野が狭くなると、運転もそうだと思うんですよ。近くを見ちゃうと、運転こう、フラフラすると思うんですけど、遠くを見るとね、結構安定したり。で、サーフィンも同じで、これ遠くを見てあげる方が、で、自分が次に行くセクションですね。だいたいそれが1メーター先ぐらいを見てあげた方が、バランスも取りやすくなるし、波も正確にこう、把握できる。次、どういう風にブレイクするのかっていうのが、読みやすくなる。で、このカットバックに入る時もそうなんですけど、まずカットバックに入る前はこの波の少し先のセクション、この辺りを見る感じですかね。ごめんなさい、ちょっと映像がずれちゃった。波の少しそのセクションの先を見てあげるっていうイメージ。この辺を見るような感じ。ただここからカットバックに入っていくんですけど、カットバックに入る時はもうかかと側のレールが入った時にはもうね、僕の目線はもうすでに、この、こっち側。ちょっとね、これ GoPro をあれしてるんで、GoPro の角度とかもあるんですけど、自分が次に向かうセクション。ノーズが今、陸側を向いてるんですけど、まあ、ノーズが次に行く場所を、まあ僕の目線では追っかけてあげる。だから基本的にはボードを見てる瞬間というか、真下を見てる瞬間というのはないので、ここをね、ちょっと意識してもらえたらなっていう。
でカット枠に入って今度ノーズが今度スープ側に向いてる時に僕はもう次のセクションを見るっていう感じですね。ノーズがこっち側を向いてる時には僕の目線はもうこっち側を見てる、ボトム側を見てるような感じですかね。でこのまま次のセクションに入っていくっていう感じですかね、うん、なんで今度ちょっとね違うアングルというか違うライディング、バックサイドのライディングを見てみましょうか。バックサイドのライディングもこれもねやっぱり下にアングルが向いちゃってるんでちょっと分かりづらいんですけど、まあやっぱりこう1メーター先ぐらいをまあ見るような感じ。ちょっとねこれはもう完全に目線がこう上がってるんですけど GoPro の角度がこう下に行ってるんでちょっとねアングルが正確ではないんだけど、これもアップスの時にちょっと上側を見てる。でこれボトムターンに入る時ですね。ボトムターンに入る時、まあ、ノーズがここから上に行くと同時に僕の目線はこの今度はこのスープ側、ノーズは現在のところこのトップを向いてるけど僕が見てるのはこの辺り、この辺りを見てる感じ。なのでこの目線の動作、次自分が行くセクションを必ず見てあげるようにっていうようなイメージでしょうかね。でこれが、ドローンのアングルなんですけど、これを見ていただくと結構分かりやすいかなと思います。まずはテイクオフ見てください。これですね。これもう GoPro はかなりこの下の位置を見てて僕の目線はこれぐらいいってるんで、まあもうだいぶ違いますね。これ角度的に45度ぐらい違うんじゃないかっていうぐらいの感じで、あの目線とのギャップが生まれちゃってるかもしれないんですけど、まずこれはアップスンダウンに入るとき、かかと踏んで今そうですね、この時点で僕の目線っていうのがまあ大体まあこういう感じでセクションを見てるような感じ、こういう感じで、でその先のまあ1メーターから2メーターぐらい先を見て、だいぶ先見てますよねこれで言うとね。なのでそれぐらいを見るような感じ。だからここで真下を見ちゃうともうグラグラグラってなってワイプアウトしてる方、特に初心者の方ね、ボードに立ってバランスを取らなきゃいけないっていうことにすごいとらわれちゃってるんですよね。でもこれって仕方ないことだと思うんですよ。もうサーフィン始めたての頃ってやっぱりボードに対して立つで自分の足の位置がわからないとかっていう感じになると思うんですけど、それも慣れです。だからもう先に抵抗したら前を見ちゃった方が意外と体がついていくと思うので、ぜひねそういう感じで初心者の方も目線は必ず自分が次に進んでいくセクションを見てあげるっていうのが大事です。でここからアップスンダウンをしてだいぶ先を見てますよね。ドローンのアングル分かりやすいな。でここからカットバックに入るんですけど、カットバックに入る時もノーズはさっき の GoPro アングルでも言ったようにノーズは進行方向側向いてるんですけど、自分はもう次に自分が行きたいところ、ノーズは先を向いてるけど僕の場合この場合はこのボトム側を見て、でその後こっち側を見るっていう感じですかね、このスープ側、うん、なのでその目線のやり方ですね。でここから返す時にはもうノーズはこっち向いてるけど、見てください、ちょっと鬼の形相みたいな感じでボトムを見てますけど、これが、目線としては重要なポイントですね。はい、というわけで今回は、ライディング中の目線ですねを、アドバイスさせていただいたんですけど、アドバイスというか、まあ、解説ですね、まあ、もっとね先ほども言ったように詳しい、まあ解説だとか、自分のライディングを、まあ、見てもらいたいっていう方はぜひ TTSE の方をチェックしてもらえたらなと思います。それでは、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。